皆さんこんにちは、こんばんはいつも本音で聖書塾を応援ご視聴くださりありがとうございます今回は新たに私たち夫婦の対談形式で番組を進めてまいりたいと思います第1弾目のテーマは聖なるところと書いて聖女と読みますがその聖女について詳しく学びたいというお声をよくいただきましたので 一つずつ皆様と共に学んでいきたいと思っております。今日の番組は聖書の中に出てくる聖女と日本人の関係性についての内容になっております。クリスチャンでない方のためにもできるだけわかりやすく伝わるように努めてまいりますのでぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。いきなり聖女と言われても皆さん何のことだかという感じでしょうね。 そうですよね。うん、まあもちろん世の中一般社会では聖女という言葉はなかなか聞かないですよね。うん、まクリスチャンだったら内容はよくわからなくても、聖書という言葉は聞いたことがあるという方もおられるでしょうね。うんうん、そうですね。まあ、この聖女という言葉はまあ聖書にしか出てこない言葉ですから、なかなか普通は耳にしませんね。うん、ところでお正月に混雑する場所といえば神社ですが、はい、 初詣でね、はい、今年はコロナでいろいろ皆さん大変だったじゃないですかまあ自粛ムードもあったんですがそれでも混雑していて、まあ、3つになったらしいですよね、はいまあ、コロナでも散々な年だったので、うん、今年こそは良い年になりますようにとの願いをお祈りししに行かれるんでしょうね,そうですね、まあ、皆さんこの神社には神様が住んでおられると信じてますので、はい、まあそれで行かれるわけですよね。う またこの神社にはお賽銭箱って置いてありますよね、はい、あそこにお金を入れてそして神社の神様に自分のお願いを聞いてもらうために終わりに行くんですよね、うん、実はこの神社はですね聖書に出てくる聖女がモデルになっているとも言われているんですねこの聖書の聖女が初めて世界に登場するのは、うん 今から約 3, 年前になります、ねはい、まあ一方この神社に関しては諸説あるんですけども、まあ、その中でも一番古いと言われている説でもだい約2,000年くらい前ではないかと言われてますね。なるほどそれなら聖女は神社よりも1,500年も前に作られてたことになりますよね。うんまあ、そうなんでですすよね、まあ、ですから 神社に神様が住んでいるというこの考え方はですね。聖書の聖女から来ていると僕は思うんですよね、はいうん。まあ、実際に聖女は神様が住むための建物として建てられましたが。はい、神社のような似てるような構造なんですよね。まあ、この聖書からこの部分を皆さんと一緒にですね。まあ、考えていきたいと思います。じゃ、まず、出エジプト記の二十五章の。 8節を読んでいただけますかまた彼らに私のために聖女を作らせなさい私が彼らのうちに住むためであるはいま聖女に神様が住むと書いてありますねそうですね、まあ、他にもこの聖書の神様は聖女に住んでその中からイスラエルの人々を導いたということが聖書の記録にもあるんですね、はい 次に「質エジプト記」の13章の21節から22節まで読んでいただけますか「主は彼らの前に行かれ昼は雲の柱を持って彼らを導き夜は火の柱を持って彼らを照らし昼も夜も彼らを進みゆかせられた昼は雲の柱夜は火の柱が 旅の前から離れなかった。はい。まあ、この記録から聖女は移動式の建物だったということがわかりますよね。はい、そこで何かこの思い出すものってないですか。あ、おみこしですね。はい、そうですね。はい。日本ではお祭りの時にこの神社から神様が出てきて、おみこしの中に宿られて、うんそして祭りを人々と一緒になって喜ばれると信じられてますよね。はい。 実は聖書の中にこの御神輿の元祖となっているような記録があるんですよ。次に歴代史上の15章の14節から15節まで読んでいただけますか。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を書き上るために身を清めレビ人たちはモーセンが主の言葉に従って 命じたように神の箱を竿を持って肩に担った。はい、ありがとうございます。実はここに登場する主の箱、これ神の箱ですかね。はい、これが、えー、聖書の中に登場する契約の箱と呼ばれるものですが、この契約の箱の運び方もですね。2>, はい、2本の竿をこの箱についた。この輪っかが付いてるんですけども、それに通して肩で。 担ぐとといううこでですすね、はい、そのようにして持ち運ぶんですよん、まあ、まさにおみこしをこの,担ぐのと似てますよねちなみになぜこの竿で運ぶかといいますとこの契約の箱というものはですねあまりにもまあ神聖なもの、はい、聖なるものですので、はい、人が軽率に直接手で触ったり箱の中を見たりすると死んでしまうからなんですね。えー、ある時 この契約の箱がべてしめしという村に置かれていたことがありまして、まあ、その時この村人がですねこの箱が気になって気になって仕方なかったんですね、はい、でそこで警察にも中を開けて見て見しまったんですんそしたら神様の刑罰によって箱の中を見た70人の人たちが死んだと記録されているんですね。えー、サメルキの 6章19節を見てみましょうベテシメ氏の人々で主の箱の中を見たものがあったので主はこれを打たれたすなわち民のうち70人を打たれた主が民を打って多くの者を殺されたので民は嘆き悲しんだ、はい、主はこれを打たれたとは、うん、神様の刑罰が下ったということですよね。 それほど契約の箱はもう聖なるものだったということですよね。そうですねまあそれにしても人間のの好奇心っってやっぱり見たくななるものなんですねそう,そうなんですね、まあ、そういえば僕もですね、うん、まあ子どもの頃、まあ、誰かからこのお守りもらってですね、はい、でこれ中を開けて見たことがあるんですね。でこれ子どもの時に開けてみたら何か悪いことが起こるかもしれないと怖がりながらも好奇心に 勝ててなくてですね、はい、そして開けてみたら、はい、なんか一円玉よりもちっちゃなコインが入ってるだけでしたが<ー> <laughs> まあもちろん当然何も起こらなかったんですが、まあ、これがもし契約の箱だったら僕アウトででしたねねそうです、ねはいまあ、話をちょっと戻しますが <laughs>、はい、このようにして、えー、契約の箱はこのおみこしという形で日本に伝わったのではないかという説がありまして。はい 日本人にとっても関係があるものなのではないかと思いますねしかし厳密に言えばですねこの契約の箱の中に神様がおられるわけではなかったんですね、はいえー、神様はイスラエルの人たちを導かれる時には、えー、神様のこの御栄光と言いますか、はい、光を人間が直接見て 死なないようにですね昼は雲でできた柱の中にご自身の身を隠してまた夜は火でできた柱の中にまたご自身の身を隠してですねイスラエルの民の民旅を導かれましたしかしそのうちイスラエルの人たちがこの本物の神様よりも契約の箱そのものを拝んだりまた周りの国に影響を受けて 金で作られた孔子の像を拝むようになってしまったので神様との関係が悪化してしまったんですよねうんまあイスラエルの民が神様から目を離して、うん、こう別の神様に心変わりして離れてしまったから、うん、神様イスラエルの国を守ることができなくなってしまったんですね、まあ、そういうことですねうそういえば 旧約聖書のイスラエルの国の北半分は、うん、あのアッシリア帝国によって一度滅ぼされてしまってますよね。そうですねこれは神様の守りがなくなってしまった結果なんですね。まあ実はそうなんですよね。で、あと、あのそこから逃げてきたイスラエルの人たちが日本に聖女を伝えたのではないかという説を聞きますよね。うんうん、これどうなんでしょうか？ そうですねまあただ一つ問題がありましてイスラエルの国の北半分がが滅びた原因があります先ほど言いましたけども箱そのものを拝んだりとか、まあ、偶像を拝む偶像礼拝ですかね、はい、まあそういう教えが混ざった状態のまま、はい、日本に伝わってきているということが考えられるんですよね。うん これが聖女と神社の似て非なるものである部分と言えるかと思いますね。はい、ということは聖書の神様は神社をがむことはお喜びになられないということですかそうですね、まあ、ただ神様はとても公平な方ですので、まあ、この事実を知らなくて、えーまあ、神社で参拝する方々を責めたりはされないと思うんですね。はい えーまあ、このことに関して「一の17章の章節ちょっと読んでいただけますか神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが今はどこにおる人でも皆悔い改めなければならないことを命じておられる」はい「聖書の神様は知らなかったことに対して問われることはしない」という ことですすすけどこれっってて本本当当にに寛大ででお優しいい方だなって思いますね本当にそうも、ねまあ、日本人は神社に神様がおられるということを、まあ、昔この北イスラエルから逃げてきた人たちに教えられたのではないかと思いますので是非、はいまあ、そこからさらにですね聖書の視点も取り入れながらさらに学ばれると、まあ、聖書の神様にたどり着くことができると思いますね。はい 私も聖書の神様を信じていますがこの聖書の神様はこうどこか特定の場所に行かなくても、うん、こういつでも私たちがお祈りして神様を呼び求める時に、うん、心の中でいつでもお会いできるということを知った時、ねはいまあ、あとどこかこう高いところにいて人々にお参りされるのをこうじっと待ってる神様ではなくって。 この神様自ら私たちのそばに来てくださって、うん、共にいてくださるというところにも,も感激しましたね。そうですね。まあそういえばあの日本ではこのおみこしが登場するのはお祭りの時ぐらいですよね。はい、イスラエルの人たちがこの神様のお導きによってどこかに移動する時モーセというイスラエルのリーダーがいましたが、はい、いつもこの神様に呼びかけてそして。 どのようにするべきか答えをもらいながら移動していたということが聖書に記録されてるんですね。はい、えー、民数記の10章の34節から36節を読んでいただけますか。彼らが宿営を出て道に進むとき昼は主の雲が彼らの上にあった契約の箱の進む時モーセは言った主よ立ち上がってください。 あなたの敵は打ち散らされあなたを憎む者どもはあなたの前から逃げ去りますようにまたそのとどまる時彼は言った「主よ帰ってきてくださいイスラエルの血よろずの人に」はい。まあ、この実際に移動する時ですかね神の導きによって移動する時は、はい、およそ、まあ、イスラエルの人たちって200万人いましたのでうんこんなに多くの人が 完全な秩序に従って行動したと言われてますね、はい、イスラエルの人たちは12の部族から成り立っていましたが、まあ、その部族ごとに、まあ、一番最初にこの契約の箱を先頭にしてですね、はいえー、そして神様の御命令に従って秩序正しくきちんと並んで行進したと聖書に記されてありますね。はい、まあこれだけの人たちが一切 この対立から乱れずに秩序正しく行動できたなんてもう驚きですよね。うん、そうですね。うん、あの日本各地の祭りでも、うん、たくさんの人々がこう町の中を踊ったりおみこしを担ぎながらこう練り歩きますけども、うん、それもここから来ているのかもしれませんね,、うん、ね。そしてイスラエルの人たちの中でこの行進の時に契約の箱を担げる人たちが。 このレビ人の祭祀という人たちと決まってたんですね。はい、え神、ー、明祭の31章の9節をちょっと読んでいただけますか。モーセはこの立法を書いて主の契約の箱を担ぐレビの子孫である祭祀およびイスラエルのすべての長老たちに授けた。はい 無秩序に担ぎたいい人が誰でもというわけではないんです、ねうん、そうですすねねそうこのように聖女というものはですね神社として、まあ、日本人にも関係があったのではないかと思うのですが、うんまあ、先にちょっと触れましたように、はい、イスラエルの民に神様が聖女を作らせた時の最初の状態からとても変化してしまったという事実もあるのかと思われるんですね。し、うんまあ、しかし 信心深い日本人だからこそ神社について正しく理解し本当の神様を正しい視点で見ることができるようになれば今まで神社にいると信じられていた神様との関係についても全く新しい理解が与えられて本当の神様ともっともっと良い関係を築くことができるようになると僕は信じてるんですね。はい まあ何事もこうルーツを知ることって本質を知る上でとっても大切だと思いますね,すねまあこのような形で日本人の皆様にもぜひ聖書に出てくる聖女を知っていただきたいですねそして神社の神様に手を合わせていたことが実は知らないうちに聖書の神様に手を合わせようとしていたことだということを知っていただけたら、うん もっともっと聖書を通して本当の神様を身近に感じていただけるかもしれないですね。は、ね、はい、はいえー、本日は「聖書を知る上で遠く離れたイスラエルの民に与えられた聖書が我々日本人とどう関係があるのか」というお話でした、はい、次回はこの聖書がどういった目的で作られたのかということについて お届けする予定です最後までご視聴くださりありがとうございました次回もぜひご一緒に学んでいきましょうそれではさようなら